はい、こんにちは、みちみちです。本日もよろしくお願いします。これ何かわかります？これね、これちょっとね、これをちょっと試しに与えてみたいと思います。お、手に持ちましたね、これね。カジ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 やってますけど、これですね、実はこれなんですよ、これちょびっと卵ボーロですね。ちょびっと卵ボーロ、これね、前々からね、売ってるの分かってたんですけど、多分食べないなと思ってね、ちょっと買うのやめてたんですよね。食べないだろうと思ってね。こっちもあるよ。結構食べますよね。ですね、これはですね、向こうでね、ちょっと奪い合ってますね。わかります？よいしょ。お、これはですね、コリコリサクサク美味しい食感、新鮮な卵とじゃがいものでんぷんのまろやかな風味って書いてありますね、これ。おやつご褒美として与えるか、主食に少量混ぜて与えてください。おやつですね、これ。これはね、僕ね、食べないと思ったんですよね。割とやっぱりお腹空いてるとね、何でも食べてくれるんでしょうかね、これ。いい食べっぷりですね。おいしいか？お、また違う子来ましたよ。この子は口の中入れ、お、頬袋の中入れて、なんてことしてんのかな。二つ目。他の子はどうだ？あ、持ち逃げした。かじる音はいいですね、かじる音は。お、みんな来たぞ。打ち逃げするな。こっちあるよ。
いい食べっぷりですね。予想外だ。可愛らしい。仲良く2人でね、並んで食べてますね。あ、もういらないか。それで本日は豆腐をあげよう。はい、結構みんな来てくれましたけど、これが定員かな。割とちっちゃいですね。お、なんだ、あの卵、何でしたっけ、卵ボールを取り合ってますね、みんなチュ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 言い合って。はい、ねえ、かなり来てくれたかな。ほとんど来てくれましたね。2、3匹はまだ向こうのゲージにいるんですけど、みんなで豆腐と卵ボールですね。ハムが食べるとなんか美味しそうに見えますよね。これ出てくるのでではですね、本日はこのちょびっと卵ボールをちょっとご紹介しましたね。意外な結果でしたけど、割と食べてくれました。はい、では本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画もよろしくお願いいたします。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。